森祐希は、日本の政治家。社団法人小松青年会議所理事長、石川県議会議員、石川県議会建設委員長などを歴任した。玉川学園高等部卒業、東海大学教養学部中退。1964年、衆議院議員今、松次郎の秘書である、森吉郎の長男として生まれた。祖,祖父の森木平は、 石川県のみぐんねあがり町の初代町長を務め、後に祖父の森茂木も町長に就任するなど、成果である森家は石川県のみぐんねあがり町の名家であった。また、父の吉郎も、小松次郎の秘書を経て1969年12月の第32回衆議院議員総選挙にて、石川県第1区から立候補し初当選を果たすなど、 勇気にとって政治は幼い頃から身近な存在であった。東京都町田市にて学校法人玉川学園が運営する玉川学園高等部に在籍し、同校等部を卒業した。その後、東海大学教養学部に入学するも中退した。大学中退後にアメリカ合衆国に渡り、ジョージタウン大学の英語学校へフルプログラムを受講した。日本に帰国後は、 吉郎の秘書として活動した。2000年からは衆議院議員公設第一秘書として父、吉郎を支えた。また、翌年には小松青年会議所の理事長にも就任した。しばらくは父である吉郎の秘書として活動していた。吉郎が首相時代に様々な発言を出現としてマスコミに叩かれた際には親父に使ってはいけない言葉のリストを作って持たせろと、 母親の千恵子に語っていた。吉郎は、あの野郎、いつの間にか、俺より、偉そうになりやがってと言いながらも、まんざらでもない風だったと、母である、森千恵子は語っている。その後、石川県議会議員を目指すことになる。2006年3月に投開票が行われた、石川県議会議員補欠選挙では、森家に、縁のある、野見市野見ぐ選挙区から、 自由民主党公認で立候補した。当時、内閣官房長官であった安倍晋三も応援に駆けつけ、初当選を果たした。なお、のみしのみ軍選挙区では一議席を目指し三人の候補者が争ったが、時点の沢田正との票差は400票余りだった。政党としては自由民主党に所属しており、石川県議会の会派としては自民党、 石川県議会議員協議会に所属した。2007年4月に行われた石川県議会議員選挙では再選を果たした。この選挙では、のみ市のみ軍選挙区から再び立候補した沢田が1万4000票以上を集め、トップ当選を果たした。同選挙区は定数2であり、沢田2300票以上の差をつけられたが、勇気も当選した。 石川県議会の土木企業委員会が解組され、新たに建設委員会が設置されると、その委員長に就任した。石川県議会議員選挙の出馬を考えていた時期、週刊朝日に中小記事が載り、有機サイドより抗議した結果、編集部は誤りを認め、謝罪に追い込まれたことがある。この件は、父の吉郎が明かしており、仮に記事をコピーしてばらまかれたら、 短い選挙期間中にリカバーするのは難しい。だから公表しないという約束で謝罪文を書いてもらった。いざという時はそれを出すと言ってね。そういう防衛策を取らざるを得ませんと実会している。2010年8月7日、飲酒したにもかかわらず車を運転し、小松市のコンビニエンスストア、ポプラ、小松大島店に突っ込む事故を起こして逮捕されたため、 その責任を取り同日付で、石川県議会の議員を辞職した。勇気の辞職後、公認の石川県議会建設委員長には、新進石川に所属する、宇野国をが就任した。宇野は、県議会に対する県民の不信感が増した。県民の期待に応えられる、よう一生懸命頑張るとの決意を表明した。また、石川県議会文教公安委員会の審議では、 勇気の逮捕時の状況の説明を求める質問がなされた。2010年8月19日の審議では飲酒運転が明らかなのに現行犯逮捕せず任意同行した後に通常を逮捕した理由を明かすよう求める質問がなされた。これに対し石川県警察交通部交通指導課の課長が現時点では捜査中なので詳細については答弁を差し控えたいと答弁した。 これに反発した文教公安委員会の委員らは石川県警察に対し記者会見で逮捕時の状況を説明するよう重ねて要請した。2010年10月31日、の見市の自宅で倒れ、一時心肺停止状態に陥り、入院した。手当を受けて一命は取り留めたという。2011年5月頃より体調を崩して、金沢市の病院に入院していたが、 2011年7月25日、入院先の病院で、急性水炎による多臓器不全のため死去。46歳没。父、吉郎は、今は静かに行かせてやりたいと話し、家族たちだけで密葬した。父である森吉郎が、内閣総理大臣など、国政の場で養殖を歴任したことから、勇気は、地方議会議員にもかかわらず、日本国外の政界にも、 人脈を持つ。そのため、それらの人脈を活かして、石川県への通商分野での協力を求め、石川県の経済の発展を目指していた。小松青年会議所の理事長在任中は、組織づくりに手腕を発揮した。石川県南部に所在する青年会議所同士の交流を深めるために、新たな組織の立ち上げに奔走し、南加賀山ロム協議会を発足させた。 また、非営利法人の活動の支援に関心が強く、非営利法人の支援についての課題や情報を交換し合う場として、小松 NPO 支援を考える懇談会を発足させた。ありがとうございます。